小島善吉は、日本の政治家。1994年から2003年まで、静岡市長を、2003年から2011年まで、静岡市長を務めた。岐阜県出身。1971年3月、東京大学法学部卒業。同年7月、日本官僚銀行に入校、銀行員として、勤務水保銀行頭取を務めた、杉山誠二らがいる。 1979年から静岡県議会議員を4期務め自民党県連副会長を歴任した。1993年の第40回衆議院議員総選挙に静岡一区から立候補するが落選。天野慎吾市長の辞任に伴う1994年の旧静岡市長選で元防衛大副校長の鈴木正敬らを破り、初当選。 初当選後3期9年9静岡市の市長を、合併後の2期8年新静岡市の市長を務め、合わせて17年市長職を務めた。静岡市の魅力に関しては、大都市でありながら、豊かな自然環境を持つ、暮らし満足度の高さが魅力と語っている。静岡市、清水市の合併実現に尽力し、2005年、悲願であった静岡市の政令指定都市以降を達成。 2005年6月7日、指定都市市長会を代表して、環境大臣の小池百合子に指定都市環境アピールを提出した。任期中は自ら企業を回り、市の産業振興策などを売り込んだ。タウンミーティングも行い自民との触れ合いを図った。ありがとうございます。